キスですね。鱗を描きます。頭を落とします。水洗いします。背開きしてまいります。腹骨を立って、包丁を立てて骨を落とします。あとは綿を キスの背開きです。背開きしたキスの真ん中から刃を入れて切り離すと松葉作りです。はい、天ぷら衣にキスを通します。皮の方に若干厚めに生地をつけて、皮面を下にして油に入れます。はい、揚げ上がりです。